皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回はすでに公訴時効が成立してしまい未解決となった事件の総集編です。今回も長尺となっておりますので、お時間のある時にぜひご覧ください。それでは一つ目の事件からどうぞ。事件概要。1972年8月12日、群馬県伊勢崎市に住むガソリンスタンドの女性店員 K さん、当時24歳は、盆休みを利用して母親当時55歳と銀行員をしていた弟当時23歳の3人で霧積温泉に旅行へ行く予定をしていた。しかし母親と弟に急用ができてしまい、 K さんは一人で温泉宿に宿泊することになった。翌朝チェックアウトをした K さんは旅館の女将にマイクロバスに乗るよう言われたが、それを断り3時間もかかる道のりを歩いて駅まで向かった。その途中数人の目撃者がいたものの、 K さんが帰宅することはなかった。その後父親が捜索隊を組み探したところ、旅館から5キロほど離れた川沿いの古びた作業小屋に灰がたかっていたため、中へ入ってみると心臓がえぐられ刺し傷だらけの K さんの遺体が横たわっていた。通報を受けた警察は大規模な捜査を開始したが、証拠も少なく K さんを目撃した人も少なかったことから捜査は難航した。作業小屋には K さんの所持していたカメラが見つかり、解決の糸口になると見られたが、有力な情報を得ることはできなかった。その後も捜査に進展はなく、事件は未解決のまま1987年に時効を迎えてしまった。事件の経緯。8月12日、 K さんが一人で向かったのは霧積温泉にある金湯館という宿だった。金湯館は森村誠一の人間の証明に登場した有名な温泉宿だが、当時は電話も通っていないような山の中にあり、旅館のマイクロバスで行く人がほとんどだったという。 K さんは伊勢崎駅まで父親の運転する車で送ってもらい、その時200くらいするかもしれないと言い残している。そこから電車を乗り継いで横川駅に着いているが、宿泊客の大半は横川駅からマイクロバスを利用するにもかかわらず、横川駅を降りた K さんはなぜか駅から3キロ離れた霧積温泉連絡所に立ち寄っている。そこで霧積温泉までどれくらいかかるのかを尋ねており、それに対して連絡所の人は3、4時間はかかります、ハイヒールでは無理ですと答えたという。当時の K さんは紺色のノースリーブに白のミニスカート、ハイヒールに白っぽい帽子という格好をしていたため、近くの雑貨屋で白の運動靴を購入している。ところが K さんは結局マイクロバスを待つために連絡所に上がり込んで話をした後、バスに乗り込み温泉に向かった。8月13日、金湯館に宿泊した K さんは朝8時過ぎに朝食をとり、10時にチェックアウトをしている。旅館の女将はマイクロバスに乗るよう提案したが、 K さんは歩いて帰ると言って松井田方面へ向かった。午後2時頃、旅館から約5キロ下った地点でブラブラ歩いている K さんの姿を同じ旅館に親子3人で宿泊し、車で帰る途中だった一家が K さんを見かけ声をかけている。この親子は女性一人は危ないから一緒に車に乗っていかないかと話しかけているが、 K さんはここでも断っている。その後 K さんは消息を絶ってしまった。8月14日 K さんが帰ってこないことを家族が心配し、 K さんの姉が15日に霧積温泉に探しに行ったが、この日は何も見つけることができずに終わった。16日には K さんの父親が警察に捜索願いを提出し、それと同時に家族や近所の人たち10人と捜索隊を結成し、 K さんの捜索を開始した。そして手分けして探していたところ、父親たちのグループが霧積川沿いの作業小屋にハエがたくさんたかっている様子を見つけ、不審に思い中へ入ってみると遺体となった K さんの姿を発見した。作業小屋は8畳と6畳の二間になっており、 K さんの遺体は奥の8畳まで発見され、入り口のある6畳間には遺体を引きずったとみられる血の跡が約2メートルにわたってついていた。遺体発見時、 K さんのスカートはめくられ、
下着が乱れており、遺体や K さんの持ち物を隠すように上からトタン板が被せられていた。警察の捜査。遺体が見つかった翌日には捜査本部が設置され、捜査員約100人を動員し、小屋付近の現場検証を中心に K さんの行動を調べ、犯人との接点の発見に努めた。18日には機動隊員も出動し、川に血のついた凶器や衣服を捨てた可能性もあるとみて川の中の捜索も行われたが、凶器が見つかることはなかった。遺体のあった作業小屋からは地下足袋による足跡と、犯行時に使用したとみられる血のついた軍手による跡が数箇所残されていたが、その後の捜査で地下足袋の跡のいくつかはかなり古いものであることが判明し、足跡からの捜査は振り出しに戻っている。また軍手をはめて証拠隠滅を図っていることから、計画的な犯行である可能性も疑われた。 K さんの遺体を解剖した結果、死因は左胸の心臓に達する深さ8センチ、長さ5センチの傷が直接の死因とみられ、出血多量で亡くなっていることが分かった。この傷はあばら骨3本を切る凄まじいもので、その他にも全身にわたって24箇所の刺し傷や切り傷があった。さらに K さんが犯人から逃れようとして刃物を握ったとみられる防御創が左手に見つかり、これらの傷跡から凶器を割り出そうとしたが該当する刃物が多く、特定は困難だったという。また死亡推定時間は13日昼から夕方にかけてとされ、旅館を出てからしばらくして殺害されたものとみられた。遺体のあった八丈間には K さんの所持品43点が布袋に入れられ、上からトタン板をかぶせられているのが発見され、小屋に入る道路上に乗用車のタイヤ痕が残っていたことから、他の場所で乱暴され殺害された後車で運び込まれた可能性が考えられた。また警察は K さんの身辺調査とともに、ダム工事関係者、旅館宿泊者、釣り人、ハイカーからの聞き込みに乗り出し、霧積温泉の宿泊客80人や旅館従業員に話を聞いているが、宿泊客の大半は家族連れで、若い人たちのグループもいたが、ほとんどはハイキング目的で複数により行動しており、旅館従業員たちも13日は客が多かったこともあり、全員が旅館から出ていないことが分かった。また霧積川には昭和45年からダムを建設するため約200人の作業員が働いていたが、事件のあった日は盆休みということもあり、工事関係者は12日夜から大半が帰郷していた。事件のあった13日は宿舎に十数人だけがいたとされるが、全員にアリバイがあることが判明している。さらに小屋に残されていた直足袋の足跡は、ダム作業員たちが使っているもの以外の製品であることからも、ダム関係者に犯人はいないものと結論付けられている。その他、13日午後は現場を挟んだ約6キロの山道に30台の釣り人の車が駐車されていたことが、旅館宿泊客の証言から情報が寄せられているが、その時いた車の所有者はほとんど判明していない。5枚の写真。実は作業小屋から見つかった K さんのカメラには、現地で撮影されたと思われる写真が5枚残されており、事件解決に結びつくものが撮られているのではないかと見られた。 K さんのカメラに残された写真の内容は、最初の2枚は旅館をチェックアウトする前の午前9時頃、アルバイトの学生に撮影してもらった金湯館の水車をバックに撮られた写真だった。次の写真は池の堰堤付近で K さんがポーズをとって立っている写真で、 K さんが下山する途中で誰かにシャッターを押してもらったものであることは明らかだった。実は警察がこの写真を地元新聞社にリークし、情報を募ったところ、一人の男が名乗り出ている。その男は東京都世田谷区に住む男で、13日に車で友人と2人で釣りに来ていたところ、K さんと思われる女性に撮影をお願いされ、2回シャッターを切ったと話し、後日警察に出向き詳しく話すとしていたが、その後現れることはなかった。また、警察がこの男を調べた結果、男の話した住所や勤務先にこの男は存在しないことがわかり、
いたずらの可能性も指摘されているが、真相は明らかになっていない。最後の一枚となった写真は、Kさんが藪の中でぼーっと立っている写真で、何とも言えない不気味な雰囲気の写真だったとされ、この事件が語られる時に必ず出る話となっている。この噂が広まったきっかけは、Kさんを知る近所の主婦が警察に写真を見せられた時の感想として、警察からKちゃんの持ち物が全部戻された時に、私も見せてもらったんです。その中にあの子が最後に写っているという写真があったんです。それが気味悪いのよ。笹やぶの中にぼーっと立ってるんだけど、足の途中から白い煙だか雲みたいなものが出ていて、下の方が切れているの。それに表情も正気がなくて、まるで抜け殻みたいだった。と語ったことだった。しかし、旅館の主人とアルバイトの学生によると、最後の写真は滝をバックに欄干にもたれかかっている写真だったと述べるなど、5枚目の写真についての真相ははっきりしない点もある。いずれにしても第三者が撮影した写真であることは間違いなく、真犯人の可能性が高いと見られていたが、結局誰が撮ったものなのか判明することはなかった。事件の真相とは。この事件は発生から1年間で延べ8000人の捜査員を投入し、捜査対象者が約6000人、捜査対象車両は約1400台に及んだが、解決の糸口を見出せないまま1987年公訴時効が成立した。 Kさんは無口でおとなしく、友人関係もあまり多くなかったとされているが、几帳面な性格で遅刻や無断欠勤もなく、職場では信頼されていたという。一方で霧積温泉に向かった Kさんには不可解な行動が目立つと指摘する声も多くある。Kさんは霧積温泉にハイヒールを履いて徒歩で行こうとし、帰りもマイクロバスを断り、山の中を一人で歩いて帰るなど、なぜか歩くことにこだわっている。温泉に向かう途中に立ち寄った連絡所では、霧積温泉に来るのは3回目であるにもかかわらず、なぜか初めて来たように話していたとされ、さらに不可解なことに、旅館に着いてからも、宿泊予定だった母親と弟の夕食を直前までキャンセルせずにいたとされている。これらの行動が事件と関連があるのかはわからないが、確かに不自然な印象がある。Kさんは心臓をえぐられるという非常に猟奇的な殺害方法だったことから、怨恨や痴情、もしくは変質者の犯行である線も疑われたが、結局怪しい人物は浮かび上がっていない。果たして、Kさんを殺害した人物は誰だったのか、犯人の犯行動機は何だったのか、この事件の真相とは。この事件は多くの謎とともに、Kさんの行動に不可解さを感じる部分もありますが、私が気になる点は、事件当日Kさんが徒歩15分ほどの道のりを3時間近くもかけて歩いているという点です。Kさんは誰かに写真を撮ってもらいながら進んでいますが、かなり長時間滞在している場所があることが予想されます。もしかしたら、その場所で何らかのトラブルのきっかけになるような出来事があったのかもしれません。そしてもう一つ気になる点は、現場で発見された K さんの所持品についてです。全てが公表されていないためわかりませんが、仮に財布がなかったとすれば、金品目的の犯行の線も考えられます。実は、この事件と類似する事件が、1989年に滋賀県の山中で起きています。その事件は、被害者の女性が人の少ない山道を一人で歩いていたところ、男に乱暴された上に殺害され金品を奪われたというものです。後の調べで犯人は山中でテント暮らしをしており、所持金が少なくなったことで金を奪う観光客を物色していたことが分かっています。もしかしたら、K さんの事件でも同じような動機で犯行に及んだ人物がいたのかもしれません。だとすれば、住所不定の人物だったため、捜査の網から漏れていた可能性も考えられます。この事件は時効を迎えてしまい未解決となってしまいましたが、当時の新聞記事などを見るとかなり大掛かりな捜査を行っていたことがうかがえます。霧積温泉近くの松井田町では、全世帯の約5000世帯に2度にわたるローラー捜査が実施され、
金刀館の宿泊者名簿については10年前まで遡り調べたとされています。これほどの捜査でも網にかからないような人物の犯行だとすれば、やはり遠方から車で訪れていた釣り人のような人物の犯行だったと考えることもできます。心臓に達するほどの刺し傷から推測すると、おそらく男の犯行で間違いないと思われるため、犯行動機としては白いミニスカートを履いた K さんに性的な欲求が刺激され、乱暴目的で襲った可能性が考えられます。もしかしたら近くに作業小屋があるのを知っていた人物が K さんの興味を引くような何らかの手口で小屋に誘い込み、抵抗されたため殺害したのではないでしょうか。しかしかなり猟奇的に殺害されている点から想像すると、シリアルキラー的な要素を持つ人物が殺害目的で小屋に誘った可能性も捨てきれません。また凶器や返り血のついた衣服が発見されていない点については、現場周辺からルミノール反応が出なかったという情報があるため、もともと小屋に車を横付けしていた可能性があり、証拠となるものを車に乗せて人目につくこともなく逃走したと考えることができます。そしてこの事件の最大の謎と言われる写真についてですが、 K さんが一人で歩いている目撃証言はあるものの、誰かと一緒に歩いていたという目撃証言がないため、おそらく行動を共にするような人物が撮ったのではなく、その場で近くにいた人物に K さんが声をかけて撮ってもらったと考えるのがやはり自然だと感じます。このことから想像すると、新聞社に連絡をしてきた男の証言は信憑性が高いのではないでしょうか。住所や勤務先がデタラメだったのは、単に巻き込まれたくないという思いがあったのかもしれません。最後の写真については、いろいろと噂されていますが、犯人が撮った可能性は非常に高いような気がします。おそらく犯人との接点は K さんの方から声をかけたことがきっかけだったのではないでしょうか。ただカメラに関して気になる点は、指紋に関する情報が全く出ていないということです。仮に全く指紋が出ていないとすれば、犯人が隠蔽のために拭き取った可能性が高いため、やはり最後の一枚を取った人物がこの事件の鍵を握っていたのではないでしょうか。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。1993年10月27日、青森県八戸市の住宅で女子中学生の M さん、当時14歳が何者かに刃物で刺され倒れているところを帰宅した母親、当時46歳が発見し、その後死亡が確認された。室内には物色された形跡はなかったが、玄関、居間、風呂場の脱衣所の3カ所の窓が施錠されていなかった。また M さんが帰宅してから遺体で発見されるまではわずか20分ほどだったため、犯行は短時間だったとみられ、玄関のガラス戸が外側に向かって割れていることも判明した。この事件は住宅密集地で起きたこともあり、当初は犯人はすぐ逮捕されると思われていたが、結局手がかりは得られず、2008年10月27日、殺人罪の公訴時効を迎えた。青森県警は、延べ約12万人の捜査員を投入し、重要参考人を含む約600人から事情聴取したが、犯人を特定することはできず、未解決事件となってしまった。事件の経緯。被害者の M さんは5人家族の長女で、両親と2人の兄がいた。この頃父親、当時47歳は単身赴任で家を空けることが多く、事件当日も不在で、長男、当時21歳も仕事のため他県で生活していた。そのため当時同居していたのは母親と高校生の次男、当時16歳と M さんの3人だったが、事件発生時は母親と次男は不在だった。ちなみに家の鍵は3人とも持っていたという。また M さんは毎週水曜日にバレエを習っており、事件があった日も水曜日だったため、いつも通り母親に車で送ってもらうはずだった。レッスンは午後7時からで、いつも午後6時50分頃に家を出ていた。そのため母親は普段から午後7時半過ぎに仕事から帰宅していたが、バレエ教室のある日は午後6時半までには帰宅していたという。事件当日、
午後5時40分頃、M さんは陸上部の練習を終えて友人2人と共に下校した。普段であれば帰宅途中の食料品店に友人と寄り道して午後6時30分頃に帰宅していたが、この日に限って M さんは今日は6時までに帰宅して6時20分頃までは家にいなければならないと言って寄り道はしなかった。この時友人は理由を聞いたが、M さんは理由を濁して答えなかったという。午後5時53分頃、JR 本八の駅の前で友人らと別れ、M さんは一人で自宅に向かった。午後5時58分頃、近所の人が M さん宅の前を通った時に、室内に電気がついていなかったという証言をもとに、午後6時頃、M さんが帰宅したと見られている。午後6時15分から20分頃、近所の住人16人がガラスの割れる音を聞いている。その中には、助けてと聞こえたと証言する人もいた。午後6時23分頃、母親が帰宅し、室内で M さんが刺されて倒れているのを発見した。午後6時25分頃、母親から助けを求められた近所の人が110番通報。午後6時38分頃、救急隊が到着し、M さんの死亡を確認した。M さんは、わずか20分ほどで殺害されたことが分かった。現場の状況。現場となった M さんの家は、八戸の中心部からさほど遠くない市街地の中にあり、狭い路地に家屋が密集している場所にあった。家の裏手には、複数台が駐車できる大きい駐車場があり、犯人の逃走ルートとして考えられている。M さん宅は平屋で、玄関を上がるとすぐ右側に台所があり、風呂、トイレと続き、廊下の突き当たりには、M さんの部屋があった。玄関から左側は次男の部屋、母親の寝室、居間へと続く間取りだった。そのうち母親の寝室だけは廊下から直接出入りのできない構造となっており、 M さんはその寝室で遺体となって発見されている。 M さんの口には粘着テープが貼られ、両手は後ろ手に縛られており、ふくらはぎや首などにも切り傷があった。致命傷となったのは心臓を貫通するほどの刺し傷だった。また上半身は学校指定のジャージを着ていたが、下半身は脱がされ、座布団がかけられ、脱がされた下着類は遺体の傍らに置かれていたが、的暴行の形跡はなかったとされる。さらに M さんの膝にも傷が見つかっているが、その傷は浅いため、鋭利な刃物で切られたものではないとみられ、玄関のガラス戸が内側から割れていたことから、犯人から逃げようとしてガラス戸を自ら割り、その時に傷を負ったものだと分析されている。また廊下には一箇所血痕が確認されており、犯人は逃げる M さんを引きずり戻し、その途中で刺した可能性が考えられた。 M さんが発見された寝室には他にも、 M さんの右足元に台所にあるはずの小型の出刃包丁が落ちていたが、血痕が全く付着しておらず、凶器としては使われていないとみられ、家族以外の指紋も検出されなかった。そして今には犯人のものと思われる重要な遺留品が複数残されていた。一つ目の遺留品はこたつの上に残されていた布製粘着テープだった。これは M さんの口に貼られていたものと同じもので、犯人が持ち込んだものとみられた。二つ目は同じくこたつの上から缶コーヒーの空き缶を灰皿代わりにしてタバコの吸い殻が2本見つかっている。M さんの家族は誰もタバコを吸わないため、犯人が残したものと見られているが、いずれも指紋は検出されなかった。これら複数の遺留品が見つかり、一見ずさんとも取れる犯行にも見えるが、凶器の刃物は見つかっておらず、遺留品についても単なる現場偽装とする見方がある。警察の捜査。捜査本部は、室内に物色された形跡がないことや、M さんが帰宅してわずか20分ほどで犯行が行われていることから、犯人は凶器をあらかじめ準備し、M さんが一人になる時間帯を狙ったと見ている。また、家族と会う確率が高いため、顔を見られても疑われないような人物と、M さんが会う約束をしていた可能性も視野に入れ捜査した。鑑識により、現場家屋周辺から、
複数の種類の足跡と室内から家族と異なる数個の指紋や毛髪が採取され、出入りがあった関係者と照合を行った結果、解明できない指紋や足跡が見つかった。さらに犯人の遺留品とみられるタバコの銘柄を特定し、吸い殻から M さんと異なる血液型を検出したが、具体的に何型なのかは公表されておらず、当時の青森県警は DNA 型鑑定の導入前だったこともあり、犯人にたどり着くことはできなかった。一方、灰皿代わりに使われていた缶コーヒーの空き缶からは指紋が検出されなかったため、捜査本部は犯人が手袋をはめていたか拭き取ったとの見方を強めた。そして布製粘着テープについては、現場付近で販売している店舗は JR 本八戸駅前のスーパーだけだというのが判明した。店舗の記録から、事件当日27日の午前中にこのテープを購入した中年男性が一人いることが分かったが、後にこの男性は市内の会社員で、自ら名乗り出て事件とは無関係であることが分かった。捜査が難航する中、目撃情報による収穫はあった。犯行直後に現場付近から走り去った中年の男が近隣住民に目撃されている。また事件直後の午後6時30分頃、M さん宅の西側にある駐車場から不審な黄色い軽自動車が走り去るのが目撃され、運転していたのは白いシャツを着た男で、ネクタイはしていなかったという。近隣住民によると、この車は事件の2ヶ月ほど前から無断で駐車していたが、事件後は見ていないと証言している。捜査本部はこの情報をもとに同型車種約680台を捜査したが、特定できず、車の情報を公開したものの、事件からすでに3年が経過していたこともあり、結局所有者を割り出すことはできなかった。また M さんの母親によると、 M さんと母親もこの無断駐車していた軽自動車を目にしていたという。当時の本部長は記者会見で、容疑者に結びつく有力な物証が少ない上、物取り、怨恨、いたずら目的の犯行か動機を特定できず、直ちに解決できる状況ではないと述べ、捜査が長期化する見通しを示し、県警の力が試されている、こんなに筋が読めない事件はないが、腰を据えて基礎調査を重ねている、やや長期化しそうだが必ず解決できると思っていると話した。しかし懸命の捜査は実らず、犯人の侵入及び逃走ルートさえも分からず、犯人に結びつく有力な手がかりは得られないまま、捜査は長期化を余儀なくされ、2008年公訴時効を迎えた。不可解な点。この事件には解明されていない不可解な点が多く存在する。その中でも特に不可解だとされるものが3つほどある。それらの内容は、帰宅理由。 M さんは事件当日いつもの寄り道を断り、今日は6時までに帰宅して6時20分頃までは家にいなければならないと友人に話していた。当日はバレエ教室のレッスンの予定はあったが、いつもは午後6時50分頃母親と家を出ていたため、 M さんは何の用事があって早く帰らなければならなかったのか理由は判明していない。寄り道を断った際に友人から理由を聞かれても濁していたという証言があるため、何か言えない理由があったのではないかと見られている。またこの日はバレエの衣装が届く日だったとの情報があるため、この衣装の件で早く帰ろうとしていた可能性も指摘されているが、衣装の件であれば友人に隠す必要がないため別の理由があったと見られている。しかし結局 M さんはこの衣装を見ることができなかったとされている。自宅の包丁。 M さんが発見された6畳居間には台所にあるはずの包丁が放置されていた。その包丁には血痕が全く付着していなかったため、凶器として使われた可能性はないとされている。犯人は凶器をあらかじめ準備していたとみられ、誰が何の目的でこの包丁を台所から持ち出したのか警察も着目していたが、理由は判明していない。 M さんが自ら持ち出した可能性についても考えられたが、 M さんは帰宅した後6畳居間の室内灯をつけ、こたつのスイッチも入れたとみられているため、そこで犯人に襲われたとすれば、M さんが包丁を持ち出すことは難しいとの見方が強い。また
台所付近に血痕が残されていないことから、襲われる前に犯人を振り切って台所に行ったとも考えられるが、玄関がすぐ近くにある状況で外へ逃げずに犯人の元へ戻ったとすれば、かなり不可解な行動だと思われる。警戒心を抱かない顔見知りが訪問し、何らかのトラブルで身の危険を感じ持ち出したが、犯人に奪われそのまま放置したという可能性も否定できないが、やはり外に逃げる選択をしなかった点は疑問が残る。2本のタバコ。現場に残されていた2本のタバコについては、吸った人物の血液型を特定し、2本とも同じ血液型だったことが分かっている。しかしこの2本のタバコをどのタイミングで吸ったのかは不明のままとなっており、 M さんが帰宅する前と後では犯人像は大きく変わる。また灰皿代わりに使われていた缶コーヒーからは指紋が検出されなかったことから、犯人はあらかじめ手袋をしていた可能性が指摘されているが、何者かの計画的犯行であれば、わざわざ家の中でタバコを吸う必要はなく、遺留品を残している点について疑問が生じる。犯人は M さんが帰宅する前に侵入していて、タバコを吸いながら待ち伏せしていたという見方もあるが、結局タバコから犯人を特定することはできなかった。事件の真相とは。この事件は当初、現場や遺体の状況から乱暴を目的とした変質者か顔見知りによる計画的犯行との見方が強かった。しかし解剖の結果、乱暴された形跡はなかったことが判明した。こたつの上に置かれた飲み干した缶コーヒーと2本のタバコの吸い殻からは、 M さんと面識のある人物で会話もあった可能性が読み取れる。しかし遺留品が偽装のために置かれたとすれば、流しの犯行の線も浮上する。いずれにしても現場が物色されていないことから、強盗目的の可能性は低いと考えられるが、明確な犯行動機は絞り込めず、捜査は難航することとなった。実は事件当日、 M さんの家に訪問したという集金人の証言がある。その証言によると、午後6時過ぎにM さん宅を訪れ、玄関を叩くと、中から M さんの「ダーレ」という声が聞こえた。集金ですと言うと、鍵を開けて戸がわずかに開いた。お母さんいますかと尋ねると、 M さんは「お母さんは早くても6時半か7時じゃないと帰らない」と答えたという。その時 M さんは別に変わった様子もなく、中に人がいたかどうかはわからなかったと証言している。しかしこの集金人は、訪問した時間帯について午後5時40分から50分の間とも証言しているため、 M さんの友人による証言とは整合しないことから、事件当日ではなく記憶違いの可能性があるとされている。また刑事部長は会見で、侵入逃走経路は断言できないが、無施錠の居間の掃き出し窓からは血の痕跡は全く発見されなかった、犯人は返り血を浴びていない可能性もあると話している。果たして犯人と M さんの接点はどこにあったのか、犯人の目的は何だったのか、この事件の真相とは。この事件で感じることは、同じく未解決事件である柴又女子大生の事件と遺体の状況が似ているという印象を受けます。他にも共通する点として、どちらも犯行動機が判明していないことで、解決の糸口が見出せていないことが特徴といえます。この事件は乱暴された形跡がなかったことで、顔見知りの犯行の線が強いとされていますが、やはり犯行動機は M さんに対する乱暴目的だったような気がします。また犯人像については、 M さんよりも少し年上くらいの顔見知りの未成年だったのではないでしょうか。タバコが2本残されていたことから、もしかしたら2人組の犯行だったのかもしれません。事件当日、 M さんと何らかの手段で会う約束をし、家に入り込み M さんに抵抗されたため、脅すつもりで持っていた刃物で殺害してしまい、怖くなって逃走したというのが一番可能性があるような気がします。おそらく放置された包丁は、2人組の1人が M さんを威嚇するために台所から持ってきたのではないでしょうか。ある情報によると、警察の捜査はうちの子を疑っているのかと怒鳴る保護者がいるなど、話を聞くだけでも大変だったとされているため、
未成年者で捜査から漏れてしまった人物がいた可能性も考えられます。だとすればやはり M さんの身近な人物が犯人だったのかもしれません。この事件が未解決となった一つの要因として青森県警が DNA 型鑑定の導入前だったことが挙げられますが、それに加えやはり犯行動機が全くわからなかったことが犯人像を絞り込めない一番の原因だったのではないでしょうか。この事件は部屋を荒らされた形跡や乱暴された形跡もなく、犯人は凶器や粘着テープを準備していることから、おそらく計画的な側面が強い犯行だと思うのですが、仮に怨恨だとすれば中学生の M さんが殺害されるほどのトラブルを抱えていたとは考えにくいような気がします。この事件で一つ確かなことは、事件当日 M さんは午後6時から午後6時20分までの間家にいなければならないと言っているため、来客の予定があったことがわかります。このことから推測すると、家の中に上がらせるほど関係の深い人物の関与が疑われるため、おそらく M さんの交友関係は徹底的にアリバイの確認をしていると思われますが、怪しい人物が浮上しなかったとすれば、M さんとは直接関係はないが以前から家に出入りがあった人物が犯行を行った可能性が浮上します。例えば家族の知り合いであればそのような人物がいた可能性はありますが、それならばすぐに特定されているはずです。だとすれば家族の誰かが表に出せない交友関係を持っていた可能性が考えられます。警察の捜査によっても室内から関係者以外の解明できない指紋が見つかったという情報があることから、家族の交友関係の洗い出しから漏れている人物がいたのではないでしょうか。これはあくまで私の想像ですが、例えば M さんの母親と関係を持っていた男が存在し、それに気づいた M さんが男に嫌悪感を抱き母親との関係を阻止したとすれば、それに対し男が逆上し M さんを言葉巧みに呼び出し殺害したというような展開も考えられます。仮にこのような事実があったとすれば、世間体などから言い出せなかった可能性もありますが、もしかしたら犯人が犯行後に自ら命を絶っていたため、どうすることもできなかったのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。1997年3月9日未明、東京都渋谷区丸山町にあるアパートの1階空き部屋で、東京電力幹部社員の女性 Y さん、当時39歳が何者かによって殺害された。事件発生から10日後の3月19日午後5時過ぎ、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長がY さんの遺体を発見し通報したことで事件が発覚した。 Y さんには首を絞められた跡があり、死亡推定時刻は3月8日深夜から翌9日未明にかけてとされ、現金4万円が奪われていたことも分かった。その後警察の捜査によって Y さんが夜は娼婦の顔を持っていたことが明らかとなり、 Y さんの客が事件に関わっている可能性があるとして捜査を進めた。同年5月20日、警察は殺害現場の隣のビルに住む不法滞在していたネパール人の男 G、当時30歳を強盗殺人容疑で逮捕した。逮捕された G は現場となったアパートの隣のビルの4階に同じく不法滞在のネパール人4人と住んでおり、Y さんが生前に売春した相手の一人でもあった。G は捜査段階から一貫して無実を主張し、一審で無罪となったが、控訴審では逆転の有罪となり、上告が棄却されたため、無期懲役が確定した。その後、再審請求を行い、再審が決定し、2012年に冤罪が認められ、無罪が確定している。この判決によって、この事件は真犯人を特定することができないまま、未解決事件となり、2012年に、控訴事項が成立している。Y さんの生い立ち。この事件が世間の注目を浴びることになった要因の一つは、誰もが羨むようなエリートコースを歩んだ女性がなぜ夜の街で娼婦をしていたのかということだった。しかし、
控訴時効を迎えた現在もその疑問は解明されておらず謎のままとなっている。この事件の核心に迫るにはまず Y さんの人生を振り返る必要がある。 Y さんは東京電力に勤務していた父親と有名国立大学の教授の娘だった母親との間に1957年6月7日長女として生まれ、6歳年下の妹と4人家族で育った。一家は Y さんが中学1年生の時に杉並区永福に転居し、 Y さんは地元の中学校を卒業後慶応女子校から慶応大学経済学部に進んだが、その在学中に父親は癌で病死している。 Y さんは父親に幼少時から溺愛されており、 Y さんもそんな父親を崇拝していたとされている。その後大学を優秀な成績で卒業した Y さんは父親と同じ東京電力に入社した。当時の総合職の同期入社は約200名で、うち女性は8名だったとされ、 Y さんは企画部調査課に所属しているが、 Y さんが28歳の頃拒食症に陥り入院したことがあったという。その後1989年、32歳の時クラブホステスのアルバイトを始め、その頃から渋谷界隈で売春をするようになったとされている。一時は別会社に出向していたこともあったが、1993年7月には企画部経済調査室副長に昇進し、 Y さんは管理職にまで上り詰めている。ここは電力事業に対する経済の影響を研究する部署であり、 Y さんはその中で国の財政や税制及びその運用などが電気事業に与える影響をテーマにした研究を行い、報告書を作成し、そのレポートは高い評価を得ていた。Y さんは普段から上司や同僚と飲みに行くこともなく、社内での私的な交際もほとんどなかったという。当時の同僚によると、 Y さんは化粧もほとんどしておらず、喜怒哀楽の感情もなかった、本当に生きているのかという感じだったと語っている。Y さんの異変。事件当時 Y さんは平日は1日4人の客を取るというノルマを自分に課し、退勤後に丸山町の路上に立って行き交う男性に声をかけ、必ず終電で家まで帰っていたという。また土日は五反田の風俗店に勤務し、そこで客がつかなければ丸山町の路上に立って終電まで客を取る日々だったとされ、丸山町界隈では有名な存在だった。Y さんはいつも渋谷109の地下1階のトイレで着替えや化粧をしており、痩せた体に着古したバーバリーのコートをまとい、手には紙袋を下げて天候に左右されることなく立ち続け、足をくじいて松葉杖姿となった時にも客に声をかけ続けていたという。そしていつも持ち歩いていた手帳には客の情報などを克明に記録し、自分が東電社員であることを客に話すなどしており、東電の社員の中にも Y さんが娼婦をしている事実を知っていたという話がある。ちなみに当時 Y さんの年収は約1000万円だったとされ、銀行には約1億円の預金があったという情報もある。実は当時の Y さんについてある女性ライターが興味深い記事を自身のブログに載せている。その女性ライターは自宅が井の頭線の西永福駅から徒歩5分のところにあり、事件発生までの約2年間、永福に自宅のある Y さんとは同じ終電でよく乗り合わせたという。その内容からは当時の Y さんの少し奇妙な様子がうかがえる。 Y さんは終電に乗る際、最後尾から2両目の後方ドア前が定位置で、何度か車内で酒のつまみのようなものをむさぼるように食べている姿を見かけた。黒いショルダーバッグをゴソゴソとかき回して口紅を取り出し、電車の窓を鏡にして唇の輪郭からはみ出すのを気にせず口紅を塗っていた。走る電車の窓を見ながらよく笑みを浮かべていた。不思議な人だった。お世辞にも綺麗とは言えないが、現世に魂がないかのようで異質な吸引力があった。電車の揺れで転びそうになった Y さんを支えたこともあったが、驚くほど軽かった。足に包帯を巻いて辛そうに立っていた時も、大丈夫ですかと声がかけられない、やすやすと声をかけることができない次元の壁を彼女から感じていた。 Y さんの異変に気づいたのは殺される半年ほど前からで、さらに激痩せして頬の肉はそげ落ち、首筋が浮かび上がっていた。
コートの下から見える足も異常に細くなって今にも折れそうだった。電車に揺られていると呼吸さえも苦しそうに見えた。電車から降りた途端、強風に煽られて反対側のホームの下へ落ちそうになったこともあった。一度 Y さんの手に偶然触れたことがあるが、体温が全くないような冷たい感触だった。この先この人は生きていけるのだろうかと胸騒ぎを感じた。さらに Y さんの向かいのデスクでアルバイトをしていた女性が当時の Y さんの印象を語っている。 Y さんはプライドばかり高くて上司からすれば面倒な人だったと感じていたとされ、経歴は確かにエリートだが協調性というものが全くなく、とにかくコミュニケーション能力というものがまるっきりなかったという。食は異常に細くて、昼食といってもクッキー1枚程度で、小さなコーヒーカップにインスタントコーヒーを3杯も入れて、お湯をほんのちょっと入れ、砂糖を気持ち悪くなるほど入れており、ドロドロのコーヒーをいつも飲んでいたという。夜に家では何を食べるのかと聞くと、お刺身を一切れか二切れくらいと言っていたとも語り、食事で取れない栄養を補う目的なのか、職場の机の引き出しには大量のビタミン剤が入っており、毎日パカパカ飲んでいたとされる。これらのことから当時の Y さんは拒食症だったとする見方が強い。あるノンフィクション作家の著書によると、 Y さんには職場でのストレスがあったことが示唆されており、高学歴のエリート社員で金銭的余裕があるにもかかわらず、夜に不特定多数の相手と性行為を繰り返していたことは、自立心を喪失していた可能性が指摘されている。事件の経緯。事件のあった丸山町は渋谷駅の西に位置する町で、何軒ものラブホテルが立ち並び、東京を代表する眠らない町の一つとなっている。1997年3月8日、この日は土曜日だったため、Y さんの会社は休みだった。正午頃、 Y さんは渋谷の百貨店の食品売り場で2つのサラダを購入し、いつもの休日と同様に五反田にある風俗店に出勤しているが、その日は客が一人もつかないまま午後5時半頃店を出ている。その後 Y さんは丸山町へ向かうため渋谷駅へと向かった。午後6時40分頃、Y さんは渋谷のハチ公前で初老の男性と待ち合わせをし、丸山町のセブンイレブンで男性と共におでんなどの買い物をしてから丸山町のホテル街へと進み、男性とホテルに入っている。午後10時20分頃、ホテルをチェックアウトした Y さんは初老の男性を道玄坂上の交番前まで見送り、その後新鮮駅へと向かった。この時の様子を青果店の店員が目撃している。しかしそのすぐ後、終電まで時間があったためか、 Y さんは道玄坂へと逆戻りしている。午後10時半頃、道玄坂付近で Y さんは通りすがりの男に声をかけていき、午後11時頃、黒いジャンパーを着た男性と道玄坂から丸山町へと消えているが、ここから45分近くは目撃情報がなく、何をしていたかは不明となっている。午後11時45分頃、事件現場となったアパートの正面で一人の青年が黒と白のジャンパー姿の男と Y さんを目撃しており、これが最後の目撃証言となっている。その後二人はアパートに入っていったと考えられているが、この男が犯人なのかは分かっておらず、現在も謎とされている。現場の状況。現場となったアパートは新鮮駅から徒歩1分の場所にあるかなり古いアパートで、 Y さんはたびたびこの部屋を無断で使用していたという情報がある。遺体発見時、玄関の鍵は開いており、 Y さんの遺体は死後3日以上経っているとみられ、6畳までコートを着たまま仰向けで横たわり、下着とストッキングも身につけた状態で、争った形跡はなかったという。また遺体の近くに置かれたショルダーバッグの中には財布、コンドーム、手帳が入っていたが、財布からは現金4万円が抜き取られ、小銭だけが残っており、 Y さんの髪の毛に絡まるようにボールペンが発見されている。その他、事件当日に百貨店で買った2つのサラダとコンビニで買ったおでんが入ったビニール袋が手つかずのまま
遺体の近くに置かれていたという情報もある。実は Y さんのショルダーバッグの取っ手は金具付近でちぎられており、その断面はノコギリで切断されたようになっていたとされ、科捜研が鑑定したところ40キロ前後の荷重がかかっていたことが判明したため、何か絶対に盗まれてはならないものが中に入っていた可能性が指摘されている。また和式トイレの中からは使用済みコンドームが発見され、血液型が B 型の精液であることが分かり、室内からは男性の体毛が複数見つかった。 Y さんの体内から検出された精液の DNA は現場に残された体毛の DNA 型と一致し、なおかつ口と乳房から採取された唾液とも一致した。その後 Y さんの定期入れが豊島区巣鴨の民家の敷地内から発見され、犯人が捨てた可能性が高いことが分かった。警察の捜査。警察はこの DNA 型を持つ男が事件に関与しているとみて捜査を進め、捜査の結果この事件に関与した疑いが強い男が浮上した。その男は現場となったアパートに隣接するビルに住むネパール人の G だった。このビルの4階でネパール人の仲間4人と共同生活をしていた G は、警察に事情を聞かれた後不法残留で検挙され国外に退去強制の処分となることを恐れ、仲間と共に一時ウィークリーマンションに身を潜めていた。その後警察が自分たちを探していると知り、3月22日自ら警察に出頭し、入管難民法違反で逮捕起訴され、5月20日東京地裁で懲役1年執行猶予3年の判決を受けるとともに、 Y さんの事件に関する強盗殺人罪容疑で再逮捕された。しかし G と事件を直接結びつける証拠はなく、 G は一貫して関与を否定した。その後の裁判で検察側はアパートのトイレに捨てられていた使用済みコンドームの精液から G の DNA 型が検出されたこと、現場から採取された毛髪のうち1本の DNA 型が G と一致したことなど、状況証拠や間接事実で立証に努めた。これに対し東京地裁は、 G が現場付近で売春を行っていた Y さんの客になったことがあり、コンドームがその時のものであることは否定できないが、現場には第三者の毛髪も落ちていたことからも G の毛髪があるからといって犯人であると決めつけることはできないと指摘した。さらに Y さんの定期入れが G には全く土地勘のない巣鴨から発見されたことなども疑問があるとして、 G が犯人であるとするには合理的な疑いが残ると判断し、無罪判決を下した。この判決を不服とした検察は控訴し、東京高裁はコンドーム内の精液は事件当日のものと考えて矛盾はなく、 G が事件の1週間から10日前に Y さんの客となり、その時にコンドームを捨てたという供述は売春相手を克明に記した Y さんの手帳の記載に照らすと信用できないとして、一審判決を破棄し、無期懲役の逆転有罪判決を言い渡した。この判決では Y さんの定期入れの発見場所についての謎は被告人と本件との結びつきが疑わしいことにはならないとして問題視しなかった。そして2003年10月、最高裁が上告を棄却し、高裁での有罪判決が確定した。再審。無期懲役が確定した G の弁護団は2005年3月東京高裁に再審請求を行った。2009年、高裁は弁護団の求めに応じ、幅広い証拠開示と現場から採取された DNA 型鑑定の実施を検討するよう検察側に求めた。2011年7月、検察側が依頼した法医学者による鑑定結果を弁護側に開示した。その結果、 Y さんの体内から採取された精液の DNA 型は G とは一致しないことが分かり、現場に落ちていた毛髪の中の1本と一致していたことが分かった。さらにその血液型はいずれも G の B 型とは異なる O 型だった。その後 Y さんの胸に付着した唾液が O 型であることを示す鑑定結果が裁判の段階で証拠開示されていなかったことが判明した。これについては弁護側だけでなくマスコミからも
検察側は自分たちに不利な証拠を隠していたのではないかとの批判が起きた。そして新たな鑑定の結果、この唾液の DNA 型が精液の DNA 型と一致することが分かり、その他 Y さんの下着や唇、下半身や両手の爪、さらにコートなどの付着物からも同じ DNA 型が検出された。2012年6月7日、東京高裁はこの DNA 型を持つ O 型の男が犯人であると強く疑われるとして再審開始と刑の執行停止を決定した。その決定を受け、 G は刑務所から釈放され、身柄を入国管理局の施設に移され、8日後にネパールへと出国している。一方、検察は再審開始決定に異議を申し立てたが、東京高裁は異議を棄却。検察が最高裁への特別抗告を断念したため、再審開始が決定し、再審公判が開かれ、検察側は一転して G 以外の者が犯人である可能性を否定できず、 G を有罪とは認められないと無罪を主張した。そして2012年11月7日、東京高裁は控訴棄却の判決を下し、一審の無罪判決を支持、 G の再審無罪が確定した。様々な犯人像。 G の無罪が確定後、事件は振り出しに戻ったが、すでに控訴時効を迎えていたため、新たな真犯人を特定することはできず、未解決事件となってしまった。しかし、いくつもの謎が解明されていないことで、現在も様々な疑惑や犯人像の考察がされている。その中で、あるジャーナリストが真犯人に近いとする男の記事を書いている。その男は Y さんと接点があり、事件当時40代で服役経験がある粗暴な振る舞いをする男で、丸山町では有名だったという。この男が怪しまれるきっかけとなったのは、事件前日3月7日に現場近くのバーのママが、この男とおぼしき人物と Y さんが言い争っていたと証言したことだった。その証言によると、金を返せとかよこせとか男が Y さんに怒鳴りつけていたという。さらにこの男は Y さんの定期入れが捨てられていた巣鴨に足を運んでいたという事実があり、血液型は O 型だったとされている。そしてネットを中心に最も多い真犯人の考察は、東電内部の人物による犯行説が挙げられる。実は Y さんは反原発を唱えており、 Y さんが崇拝していた父親もまた反原発という姿勢を貫いていたという。 Y さんは父親の影響を強く受け、原発の危険性を指摘する報告書を書いていたことから、社内で厄介者扱いされ、直属の上司に相当な圧力をかけられていたという噂がある。このような背景から、会社に対し絶望し拒食症となり、自虐的に体を売るようになったのではないかとの見方もある。しかし、そんなプレッシャーの中でも管理職にまで上り詰めた Y さんに対し、恐怖を感じた原発推進派が Y さんの殺害を企て、巣鴨界隈のヤクザに依頼したのではないかと指摘する声がある。また Y さんの客として2年間付き合った50代の男性によると、 Y さんは東京電力に勤めていることを異常なほど誇りに思っており、電力こそ日本経済を支える最大不可欠の原動力だと熱く語る姿を何度も見たという。企画部経済調査室副長だった Y さんは、当時の通産省と東電を結ぶパイプ役で、経済的なエネルギー政策を政府に進言するシンクタンクのような立場だったことが、事件の引き金になったのではないかとも言われている。事件の真相とは。この事件は、名門大学卒の女性エリートがラブホテル街のボロアパートで殺害され、夜は別の顔を持っていたという二面性が明らかになるにつれ、マスコミが競ってプライバシーを暴き立て、過激な報道が続いたことで世間の注目を浴びた。警察が G とは別の第三者が犯人である可能性をつかみながらも、ひた隠しにしたことは、犯人が G でなければならない特別な理由があったことを裏付けるものだという見方もあるが、真相が明らかになることはなかった。実は Y さんの手帳に書かれた客としての15名の名前と電話番号には、
ある大物政治家の息子の名前があったという情報がある。 Y さんの遺体のそばにボールペンがあったことから手帳の改ざんが疑われたが、手帳の中身の内容は明らかにされることはなく、この件で取材に応じたその息子もきっぱりと関与を否定している。果たして Y さんを殺害した真犯人は一体誰なのか、誰かの陰謀によるものだったのか、この事件の真相とは。この事件で私が気になる点は、手帳に書かれていた15名の人物とは一体誰だったのかということです。おそらく警察はしらみつぶしに捜査しているはずですが、全員のアリバイが確認されたのか非常に気になります。手帳の中身が改ざんされていたかどうかは分かりませんが、事件に関与した人物の名前が書かれていた可能性が高いと感じます。警察は早い段階で G が犯人だと断定していたことにより、捜査から漏れた人物がいたのではないでしょうか。この事件は東電のエリートだった Y さんが反原発を唱えていたことが殺害の引き金になったという見方もありますが、会社を揺るがすような力を Y さんが持っていたとは思えないため、やはり別の側面で殺害されたような気がします。おそらくこの事件は単に地上のもつれが原因だったのではないでしょうか。毎日のように丸山町で売春を行っていれば、おのずと危険な人物と接触する可能性が高くなるため、一方的に好意を抱く客がいたとしてもおかしくありません。そして最大の謎とされる、なぜエリート女性だった Y さんが売春を行っていたかについては、事件前の状況を見ると仕事でかなりのストレスがあったことがうかがえるため、もしかしたらセックス依存症を患っていたのかもしれません。当時はまだこのような依存症の研究が進んでいなかったために、マスコミの報道に影響され、さまざまな憶測が飛び交う事件になったような気がします。この事件は多くの謎を残したまま未解決となってしまいましたが、その中で最大の謎といえるのは、やはりエリートである Y さんがなぜ売春をしていたのかということです。 Y さんは年収1000万円を超える収入があったとされているため、金目当てではなかったという見方もできますが、自らに1日4人というノルマを課していたことを考えると、何らかの事情で大金が必要だったことがうかがえます。誰かに無理やりやらされていた可能性なども指摘されていますが、やはり自らの意思で立ち続けなければならない特別な理由があったのではないでしょうか。それを裏付ける理由として、 Y さんの母親は娘が売春をしていることを知っていたという情報があるため、何かしらの意図を理解していた可能性があります。おそらく売春の目的は自分のための何かではなく、第三者の誰かのために使命感を持って行っていたような気がします。だとすれば、自らノルマを課すことや松葉杖をつくような状況でも客を取るため立ち続けていたことにも納得できます。ただ仮に誰かのためだとしても、誰のためなのかという問題があります。Y さんには多額の貯金があったという情報があるため、誰かのために貯めていたとすれば、目標とする金額がかなり大きかった可能性が考えられます。実はこの事件が起きた丸山町のラブホテル街は東電と深い結びつきがあるとされています。それは1960年に岐阜県の三幌ダムが建設される際、174世帯230戸が水没することとなり、約1200人が立ち退きを余儀なくされたという歴史があり、当時は立ち退きをめぐり猛烈な反対があったといいます。その後交渉に応じた住民らが丸山町に移り住み、旅館業を始めたのがこの町のラブホテル街の始まりだったとされています。そしてその建設に携わる東電の責任者として立ち退きに立ち会った人物こそが Y さんの父親だったという情報があります。さらにこのダムの建設中に171人もの殉職者を出しているという事実があり、今もなおその過酷な工事は語り継がれています。これは私の想像ですが、この事件の背景には三幌ダム建設に関わる何かしらのしがらみが発端となっているような気がします。例えば年月が経っていたとしても立ち退きに関して恨みを抱いている人物がいたとすれば、東電社員の Y さんを殺害する動機にもなります。
当時の責任者だった父親の娘だと知っていればなおさらかもしれません。そして Y さんが丸山町で売春していた理由にもこのダム建設が背景にあるような気がします。 Y さんの父親は Y さんが大学在学中に亡くなっていますが、仮に父親の遺書にダム建設に対する後悔の念などが綴られ、自分が関わったことで不幸になった人々の名前などが書かれていたとすれば、Y さんは父親に代わって懺悔の気持ちを寄付などの形で示そうとしていたのかもしれません。幼い頃から父親に溺愛され、父親を崇拝し育った Y さんが就職先に東電を選んだことも一種の使命感のようなものがあったのではないでしょうか。おそらく売春という選択も金だけではない意図が隠されていたように感じます。もしかしたらこの事件は親子二代にわたる因果応報とも言うべき隠された秘密があるのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。1990年12月19日、北海道札幌市にあった札幌信用金庫幌北支店に勤務していた女性職員の M さん、当時24歳が突然行方不明になった。その3日後、M さんの自宅近くにある民家の軒下で雪に埋もれた M さんの遺体が発見され、M さんは何者かに刺され殺害されたことが判明した。その後の捜査で現場付近に落ちていた M さんのボストンバッグにあった預金通帳から犯人のものとみられる指紋が検出され、現場近くに住んでいた無職の男 A、当時22歳が容疑者として浮上し、 A の自宅から大変なことをしてしまった、逃げるとのメモが発見されたため、この男を殺人容疑で全国に指名手配し行方を追った。しかし男の足取りは全くつかむことができず、遺族による懸賞金がかけられたことで400件以上の情報が寄せられたものの、全て空振りに終わり、延べ8万人以上の捜査員を投入しても容疑者を見つけ出すことはできず、事件の真相が解明されないまま2005年12月19日公訴時効が成立した。この事件は時効成立後に遺族が行方のわからない容疑者に対し損害賠償を請求する民事訴訟を起こしたことでも注目され、それとともに法的に罪を無実化する不条理な時効の問題点が改めて浮き彫りとなった。謎の動機。事件当日12月19日朝、殺害された M さんは雪が舞い散る中、遅刻すると言いながらいつも通り家を出て行き、母親は窓の中から走っていく M さんの姿を見送っているが、これを最後に明るくいい子だった M さんの姿を見ることはなかった。同日午後8時30分頃、 M さんは同僚と共に退社し最寄りの駅で別れているが、その後行方がわからなくなった。母親は普段から無断外泊などなかった M さんがいつもの帰宅時間を過ぎても戻らないことを不審に思い、翌日の午後に警察に届け出た。そして行方不明から3日後の22日午前、自宅から約150メートル離れた民家の軒下から雪に埋もれた M さんの遺体が発見された。その後の調べで遺体の首には深い刺し傷があり、着衣が乱れていたことから帰宅途中に乱暴目的で襲われた可能性が高いことが分かり、遺体のそばからは M さんの靴や帽子、ボストンバッグが発見され、中に入っていた預金通帳から現場近くに住む M さんの高校時代の後輩だった男 A の指紋が検出されたため、これをきっかけに警察は A が犯人だと断定し、殺人容疑で全国に指名手配した。しかしこの事件は A の行方をつかむことができないまま無念の時効を迎えてしまい、犯行動機についても確かなことは何一つ判明しなかった。状況的には乱暴目的とされているが、同じ高校の先輩と後輩という関係に何かしらの動機が隠されているのではないかとの見方もあり、 M さんの帰宅を待ち伏せていた可能性も指摘されている。また A の自宅には母親と恋人宛に殺害をほのめかすメモを残していたとされているが、犯行前にあらかじめ書き置きをしていたのではないかとの見方もあり、計画的に逃走ルートまで確保していたために
逃げ延びた可能性も指摘されている。容疑者の行方。容疑者として浮上した A は1968年8月8日に札幌市で生まれ、当時の身長は175センチ、がっちりした体格で目は細長く、右耳が少し変形しており、前歯が 2,3 本欠損していたという。これらの特徴は指名手配のポスターに記載され、全国各地で情報提供を求めたことから、沖縄から北海道まで数多くの情報が寄せられ、警察は一つ一つ慎重に捜査を進めたが、 A の居場所にたどり着くことはできなかった。このことから A は時効前にどこかで死を選んだのではないかとの声が上がり、北海道を取り囲む海や広大な山林のどこかに A の遺体がある可能性も浮上したが、事件から32年を迎えた現在も A の遺体は発見されていない。その他、北海道の山奥などで生活しているという説や、誰かにかくまわれている説なども浮上したが、どれも噂の息は出ておらず、時効直前には東京に潜伏している可能性が高いとして捜査員が情報収集を続けたが、 A の姿を見つけ出すことはできず、時効が成立した。そして時効前に夫を亡くしていた M さんの母親は、時効成立後国から見放されたと感じ、犯人に敵討ちをするのはもはや自分しかいないと新たな戦いに臨む決意を固めた。遺族の戦い。時効成立から約2年後の2007年9月28日、M さんの母親は刑事責任を問えないのであれば、せめて民事で罪を償わせたいとの思いから、A に対し、遺失利益や慰謝料など約1億340万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした。この裁判で母親は弁護士費用など100万円近くをかけ、地検から入手した捜査資料のコピーなどを証拠として提出し、その翌年には被告の A が出廷しないまま裁判は1回で結審し、札幌地裁は A の犯行を認めた上で約7500万円の支払いを命じた。しかし A の行方はわからないため、財産の差し押さえなどもできず、賠償金が支払われることなく、判決から10年が経過し、民法の規定によって損害賠償の債権が消滅してしまった。そのため2017年、母親は再び札幌地裁に提訴し、 A に対する賠償請求権が消滅していないことを確認する訴訟を起こし、地裁は請求権が引き続き有効であることを認めたが、2027年には再び債権が消滅してしまうため、高齢となった M さんの母親には大きな負担となっている。そして M さんの母親は損害賠償を求める理由について、決してお金が欲しいというわけではない、債権がなくなり犯人をこのまま放っておいたら一矢報いることができない、提訴しておかなければ犯人に対して私は何の力もありませんと悲痛な思いを語っている。事件の真相とは。この事件は犯人が分かっていながら、時効という理不尽な壁によって解決の道が塞がれたことで、遺族にとって耐え難い終わりを迎えた。公訴時効が存在する理由は、時間の経過によって社会的影響が薄れ、処罰の必要性も小さくなることと、証拠が散逸し訴追が困難になることとされているが、到底被害者家族には納得できる理由ではなく、事件の真相を知る機会が永久に奪われるといった問題点もあることから、2010年の刑事訴訟法改正により現在は殺人の時効は撤廃されている。しかし今回のようにすでに時効を迎えた事件については、遺族にとってなすすべがないのが実情で、残された遺族は精神的苦痛の日々を余儀なくされている。実は全国の警察から指名手配されている者は毎年900人以上にも上るとされ、そのうちポスターなどで目にする重要指名手配被疑者と指定されているのは現在13人となっている。2019年のデータによると、これら指名手配の逮捕のきっかけは立ち回り先の捜査が最も多く211人、次いで多いのが顔などの特徴を記憶した捜査員が雑踏などから見つけ出す捜査で44人、その次が職務質問による29人だったとされている。しかし今回の事件のように重要指名手配被疑者については全く手がかりがなく、
何年間も逮捕に至っていないのが現状となっているため、逃げ切った A のようにすでに死亡している可能性も指摘されるなど、逃走ルートの謎は深まるばかりとなっている。果たして M さんを殺害した A は一体どこに消えたのか、動機の真相は何だったのか、この事件の真相とは。この事件は未解決のまま終わりを迎えたことから、遺族にとっては非常に憤りを感じる結果となりましたが、私が気になることは指名手配されていた A の行方についてです。実は2019年の警察庁のデータを見ると、逮捕された容疑者の逃亡期間で最も多いのが6ヶ月未満の303人で9割近くを占め、6ヶ月以上1年未満が21人、1年以上3年未満が16人、そして5年以上ともなるとたったの2人しかいなかったとされています。このことからも、いかに早い段階で容疑者を見つけるかがポイントなのは当然ですが、5年以上逃亡していた者がどのような経緯で逃走を図ったのかというデータの蓄積が今後も重要になってくるのではないでしょうか。この事件はすでに公訴時効を迎えているため、刑事罰を問うことはできませんが、民事訴訟を続ける遺族の思いを考えると、A を何としてでも見つけ出し、賠償金を支払わせるべきだと感じます。この事件は発生からすでに30年以上が経っており、当時の捜査状況や現場の状況など詳細な情報がないことから、動機に謎が残るとされていますが、私の印象としては、指紋からすぐに犯人が割り出せているため、指名手配された A には似たような手口による性犯罪の前科があったような気がします。仮にこのような前科があったとすれば、警察の見立て通り乱暴目的で犯行に及び、抵抗されたために殺害したと考えるのが最も自然だと感じます。確かに高校が同じだったという点においては、何かしらのきな臭さを感じますが、お互いの地元で起きた事件のため、同じ高校の出身だったとしてもさほど違和感はありません。容疑者 A の自宅に残された大変なことをしてしまったというメモから読み解くと、犯行は計画的ではなく突発的にやってしまったという後悔の念がうかがえるため、事前に逃走ルートを決めていた可能性は低いと感じます。だとすれば、警察の網から逃れることはそう簡単ではないため、やはりどこかで自ら命を絶っている可能性が高いのではないでしょうか。その場合、現行法における民事の当事者主義では、死亡した加害者に賠償させることは不可能となるため、このような殺人事件の被害者遺族に対しては、行政による代執行制度の導入などで加害者家族の財産を差し押さえるなど、被害者に寄り添った法改正が必要だと強く感じます。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。1998年8月31日、長野県小布施町に住む男性 A さん、当時58歳が、自宅にあった缶ウーロン茶を飲み干した後、意識を失い、その後死亡する事件が発生した。その翌日、隣の須坂市にあるスーパーから変形した缶ウーロン茶が見つかり、スーパーの店長、当時29歳が、警察に不審物として提出したことで、その缶ウーロン茶には青酸化合物が入っていることが確認され、死亡した A さんがこの毒によって死亡したことが発覚した。その後、警察は無差別殺人事件として捜査を開始し、県内全域を対象とした大掛かりな捜査を進めたが、有力な手がかりは何一つつかむことができず、この事件は未解決のままとなっている。事件の経緯。8月31日午前7時30分頃、小布施町飯田で塗装業を営む A さんは、朝食の前に冷蔵庫から取り出したばかりの缶ウーロン茶を一気に飲み干し、普段と同じく朝食をとっていたところ、突然うーん苦しいと言って食べ物をすべて吐き出し、意識を失った。その後すぐに救急車で病院に運ばれたものの、到着した時にはすでに心肺停止状態で、医師による懸命の処置が行われたが、同日午前9時12分、A さんの死亡が確認された。病院は死因を急性心不全と診断したものの、原因がはっきりしないため、
警察に検視を依頼し、それによって警察は検視を行っているが、特に異常は見られないとして、そのまま急性心不全で処理した。すると、翌日の9月1日、新たな動きがあった。午後1時40分頃、A さんが利用していたスーパーで在庫チェックをしていた店長が、冷蔵棚の一番手前に変形した缶ウーロン茶を発見し、売り物にならないと棚から取り出した後、自ら飲むことにして一口飲んだところ、異臭と苦味の強い変な味がしたため、不審に感じた店長はその缶ウーロン茶を不審物として警察に提出した。この時、スーパーの店長は少量しか口にしなかったため、体に異変はなかったが、後の調べでこの缶ウーロン茶にはとんでもないものが入っていたことが明らかとなった。警察の捜査。警察が不審物として提出された缶ウーロン茶を調べると、缶の底に霧で開けられたような直径 5.6 ミリの穴が見つかり、その穴は接着剤で塞がれた上に、缶の裏に印刷された製造番号は故意に消されていることが分かった。これらのことから警察は科学警察研究所に詳しい調査を依頼した結果、缶ウーロン茶の中から致死量20人分相当の約5グラムもの青酸化合物が検出された。そしてこの話題はすぐに新聞やテレビなどマスコミでも大きく報じられることとなり、9月3日、この事件を知った A さんの家族が警察に届け、A さんが飲んだ缶ウーロン茶を調べたところ、同じく缶の底に穴が開けられ、接着剤で塞がれていることが確認され、さらに青酸化合物も検出された。この結果により、科学警察研究所が病院に残されていた A さんの血液を調べたところ、青酸の反応が出たことから、A さんは青酸化合物によって死亡していた事実が発覚した。その後警察は無差別殺人事件として捜査を開始したが、問題のスーパーは国道から奥まった場所にあり、防犯カメラが設置されていなかったことから、犯人の足取りは全くわからず、県内全域を対象とした大掛かりな捜査は当初から難航した。また、1950年に施行された毒物及び劇物取締法により、一般人が青酸化合物を簡単に入手できなくなっているため、科学分野に精通した人物の犯行ではないかとも見られ、犯人は日曜日や客の多い日を狙って毒入りウーロン茶を置いている形跡があったことから、店の事情に詳しい地元の人間の可能性が浮上したが、結局犯人像の絞り込みはできず、この事件は迷宮入りすることとなった。類似事件。実はこのような毒入り飲料による無差別殺人事件は過去にもいくつか発生しており、いずれも未解決となっている。1977年1月4日から2月半ばにかけて、東京と大阪で青酸入りのコーラを飲んだ男性3人が死亡する事件が発生している。しかし捜査の結果、犯人の特定には至らず、動機もわからないまま1992年1月に公訴時効が成立している。また1985年4月30日から11月24日にかけて、日本各地で何者かが除草剤のパラコートを飲料に混入させ13人を死亡させるという事件が発生した。この事件は自動販売機の付近や取り出し口に毒入りの飲み物が置かれ、それらを見つけた者が取り出し忘れの商品と勘違いし飲んでしまったことで命を落とし、この事件をきっかけに模倣犯や自作自演による事件も起こっている。しかし当時は防犯カメラも少なく、物的証拠もほとんど存在しなかったため、13人もの命を奪った犯人を特定することはできず、この事件も2005年に公訴時効が成立している。その他、2019年11月13日午後6時頃、秋田県横手市の雑貨店前に設置された自動販売機で30代の男性が缶ビールを購入したところ、買ったものとは異なる銘柄の缶ビールがすでに取り出し口に入っていたため、男性が店主に報告したことで事件が発覚した。店主がその缶ビールを確認したところ、缶の底には直径2ミリ程度の穴が開いており、その穴からは中身が漏れ出していたため、蓋を開けて中身を注ぐと通常のビールとは異なり青い液体が出てきた。
不審に思った店主がその空き缶を警察に届け調べた結果、パラコートが検出されたことから、警察は威力業務妨害などの容疑で捜査したが、この事件も犯人の特定には至らず、未解決となっている。事件の真相とは。生産入り缶ウーロン茶が発見されたスーパーは、当時利用者のほとんどが地元の人間だったとされ、スーパーに対する何かしらの恨みが動機ではないかとも見られていたが、懸命の捜査も虚しく、犯人にたどり着くことができないまま、数年後にこのスーパーは閉店したという。また、一方では、病院側が心不全に至る原因がはっきりしないとして、警察に検視を依頼しているにもかかわらず、特に異常は見られないとの誤認から、司法解剖を行わなかったことで、事件の発覚が遅れたことに対し、第二、第三の犠牲者が出ていた可能性が指摘されるなど、警察の初動に不満の声が多く上がった。そして、この事件の報道後、現場近くの酒のディスカウントショップでは、缶飲料の底を上にして並べ、購入者も缶の底を確認するなど、事件の影響を強く受け、全国的に模倣犯が出たことからも、一時的に缶の商品が売れなくなったという。果たして、犯人の目的は一体何だったのか、どのようにして生産化合物を入手したのか、この事件の真相とは。この事件でウーロン茶に混入させた生酸カリコとシアンカカリウムは自然界には存在しない人工物で、飲んでしまうと胃の中で胃酸と反応し、生酸ガスが発生することで、そのガスが食道を抜け、肺に達すると死に至るとされ、生酸カリ自体は無臭で、多少苦味はあるものの、飲み物に入れられても気づきにくいと言います。このことを踏まえると、私がこの事件で少し気になることは、スーパーの店長が、ウーロン茶を一口飲んだ際、異臭がしたと語っていることです。このことが事実だとすれば、本来生酸カリは無臭のはずなので、多少の苦味はあったとしても、ウーロン茶自体に苦味もあるため、なぜすぐに気づくことができたのか、少し疑問に感じます。また、情報がないのでわかりませんが、A さんと店長が飲んだ2本以外に、毒入りウーロン茶がなかったとすれば、全くの想像ではありますが、店長の自作自演の可能性も考えられるため、当時の捜査がどのように行われたのか、非常に気になります。この事件でまず私が最初に気になったことは、1998年7月25日に発生した和歌山毒物カレー事件の約1ヶ月後に起きているということです。実際、和歌山の事件以降、全国で毒物を用いた事件が相次いで発生しており、そのほとんどが不特定多数を対象にした模倣犯だとされ、1998年9月から11月の間に、自動販売機の毒物事件だけでも9件発生しています。このことから推測すると、やはりこの事件も和歌山の事件を模倣した愉快犯の可能性が最も高いのではないでしょうか。そして気になる生産カリの入手先については、他の事件で検挙された容疑者の供述によると、大学の研究室から入手したり、理由を偽って薬品会社から入手するといったケースが報告されていますが、今回使用されたシアン化カリウムは戦前に農薬として使用されていたものがドラム缶に保管されたまま倉庫に忘れられているケースもあるとされています。これが事実であれば今回の事件もこのような倉庫から入手した可能性が考えられるため、犯人はこのような倉庫の存在を知っており、なおかつその近くで暮らしていた人物のような気がします。これらのことから犯人像を想像すると、この事件は店舗の中に毒物を仕掛けていることから、自分の身内などが絶対に買いに来ないような遠方の店を選んだ可能性が浮上するため、県外から訪れた人物による犯行だったのではないでしょうか。だとすれば、警察の県内全域を対象にした大掛かりな捜査でも全く手がかりがなかったことも頷けます。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。1990年10月から1992年4月までの間で、大阪府の北摂を中心に4件の女児が死亡する事件が発生した。1990年10月14日、
大阪府豊中市に住む小学5年生の女児 A 子ちゃん当時11歳が何者かに首を絞められ自宅の浴槽の中でぐったりしているのが発見され、その後搬送された病院で死亡が確認された。1991年5月6日、大阪市東淀川区に住む小学1年生の女児 B 子ちゃん当時6歳が自宅近くの公園で遊んでいたところ行方不明になり、その後大阪府守口市のマンションの貯水槽の下で何者かに殺害されたとみられる B 子ちゃんの遺体が発見された。1991年9月11日、大阪府吹田市に住む C 子ちゃん当時4歳の女児が公園に行くと自宅を出たまま行方不明になり、その後東淀川区の淀川河川敷で生きたまま投げ捨てられたとみられる C 子ちゃんの遺体が発見された。1992年4月28日、吹田市に住む Y ちゃん当時5歳の女児が自宅近くで遊んでいたところ行方不明になり、翌朝自宅から約 8.5 キロ離れた豊中市の教会の駐車場で車にひき逃げされたとみられる Y ちゃんの遺体が発見されたが、遺体は別の場所で現れた形跡が残っていた。これらの事件はいずれも公訴時効を迎え未解決のままとなっているが、発生時期が近いことから同一犯の可能性を指摘する声もあり、幼い女児ばかりを狙った連続殺人として関連性を疑う見方がある。豊中市正午女児事件。1990年10月14日午後5時20分頃、大阪府豊中市の自宅で当時小学5年生の女児 A 子ちゃんが水が入ったままの浴槽の中で意識を失いぐったりして倒れている姿を帰宅した両親が発見した。医師である父親は A 子ちゃんの心臓が止まっていることに気づき、すぐに心臓マッサージを行い、一時心臓は動き始めたものの意識は戻らず、搬送された病院で約2ヶ月後の12月9日 A 子ちゃんの死亡が確認された。その後の調べで遺体には首を絞められたような跡が見つかり、警察は殺人事件と断定し捜査を開始した。事件当日 A 子ちゃんは自宅から500メートルほど先にある同級生の誕生パーティーに参加しており、午後5時頃同級生の家を出て自宅に帰ったところ、短時間のうちに何者かに襲われたとみられている。 A 子ちゃんが帰宅して間もない午後5時20分頃、車で親族の見舞いに出かけていた両親が帰宅したところ、自宅の玄関から表につながる階段を不審な若い男が駆け下りてくるのを母親が運転席から目撃しており、その男は年齢20歳から25歳くらいで、身長は約170センチ、体格は中肉で鼻の下にひげを生やし、茶色の長袖シャツに黒のズボン姿で、手には小さいバッグを持っていたとされ、同日午後5時前には A 子ちゃん宅の飼い犬をあやしている姿が近所の主婦に目撃されていることも分かった。警察はこの目撃された若い男が事件に関与した疑いが強いとみて、男の似顔絵を作成し、延べ約5万4000人の捜査員を投入して捜査を行ったが、この男を特定することができず、有力な情報も得られないまま2005年12月9日公訴時効を迎えてしまった。このことで A 子ちゃんの両親は連名で手記を公開し、焦りと絶望の交錯する辛く悲しい気持ちでいっぱいと、時効を迎えてしまった心境を綴り、罪のない幼い命を奪った犯人が善良な市民の顔で暮らしていることは許せない、今からでも真実を語ってほしいと悲痛な思いも綴っている。東淀川区正一女児事件。1991年5月6日午後5時30分頃、大阪市東淀川区の自宅付近の公園で遊んでいた小学1年生の女児 B 子ちゃんが花を摘んで遊んでいたところ、姿が見えなくなった。4日後の5月10日、自宅から約5キロ先の大阪府守口市内のマンションに設置されている貯水槽の下で B 子ちゃんの遺体が発見されたが、 B 子ちゃんの自宅マンション駐車場に血液反応があったことなどから、警察は当初駐車場内で事故に遭い連れ去られた疑いが強いとみて捜査を進め、現場近くで濃い緑色の外車が目撃されていたことから、その車の足取りを追っていた。しかしその後の報道で B 子ちゃんは頭と右手足の3箇所を骨折しているものの、腹部全体に多くの引っかき傷と
右肩から左脇腹にかけて幅15センチの帯状の皮下出血がたすきがけに残っており、交通事故にしては遺体の傷に不自然な点があることが指摘され、さらに遺体には交通事故特有のタイヤ痕はなく、大きな傷は体の右側に偏っているなど、交通事故による傷の特徴と大きく食い違っていたため、解剖医が再度原因を検討したが、事故によるものとは断定できないとの見解が示され、交通事故ではなく殺人の可能性が浮上した。また遺体が遺棄されていた貯水槽は高さ2メートルのフェンスに囲まれていたが、マンション敷地内にあるため人目につきやすく、短時間で遺棄することは困難との見方もあり、複数犯の可能性が指摘され、遺体の傷の一つは高いところから落とされた時にできる傷に似ているとの見方もあった。これらのことから、 B 子ちゃんは公園で遊んでいたところ何者かによって連れ去られ殺害された可能性が高まったが、その後殺人と断定する公式な発表はなく、この事件はひき逃げ事件として未解決のまま幕を閉じている。吹田市4歳女児事件。1991年9月11日午後2時頃、大阪府吹田市の自宅近くの公園で遊んでいた C 子ちゃんが何者かに誘拐され、行方不明から4日後に自宅から約4キロ離れた大阪市東淀川区の淀川河川敷で水死体となって発見された。事件当日、 C 子ちゃんが公園に行くと言って出かける姿を同居していた叔父が目撃しており、その後公園で C 子ちゃんが一人で遊んでいるのを小学生が見かけているが、それを最後に C 子ちゃんの消息がわからなくなっていた。警察は遺体の状況から何者かが C 子ちゃんを生きたまま橋の上から放り投げたとみて調べを進めたが、目撃情報が少なく当初から捜査は難航した。その後 C 子ちゃんが遊んでいた公園付近で、事件の 2,3 週間ほど前から40歳前後で頭髪を後ろで束ねた不審な中年女性が幼児に声をかけるなどしていたという情報があり、 C 子ちゃんの姿が消えた11日以降はこの中年女性も姿を見せていないことから、この女性が C 子ちゃんを連れ去った疑いも浮上したが、特定することはできなかった。実は事件2ヶ月前の7月、 C 子ちゃんの父親はあることをきっかけに自ら命を絶っていた。それは当時大阪の元中堅証券会社で主任を務めていた父親が、顧客数人に儲かる会社があるから投資しないかなどと持ちかけ、株取引を装って約30億円を集め、その後父親は会社に夏休みを取らせてほしいと連絡したのを最後に失踪し、東大阪市のラブホテルで拳銃を使用し自ら頭部を撃っていた。そして父親が残した遺書には、株の売買でたくさんの人から借金をし失敗して大きな額になった、もう生きられない、娘のことをよろしく頼むと綴られていたという。このことで父親の会社には、被害者を名乗る暴力団関係者から脅しの電話が頻繁にあったとされ、当時 C 子ちゃんは母親の実家で暮らしていたが、その自宅には暴力団風の男が訪れていたという話もあることから、この事件は父親に恨みを持った者の犯行ではないかとの見方もある。吹田市5歳女児事件。1992年4月28日午後6時以降、吹田市の自宅近くで遊んでいた Y ちゃんが突然行方不明になり、翌日の早朝、自宅から約 8.5 キロ先にある豊中市の教会駐車場で遺体となって発見された。 Y ちゃんは頭部に陥没骨折が2カ所あり、両足を骨折するなど即死状態だったとみられ、死亡推定時刻は午後8時頃と推定された。また体にはタイヤ痕が残っていたことから、何者かにひき逃げされた後駐車場に運ばれた可能性が高いとみられていたが、 Y ちゃんの衣服が水に濡れており、淡水プランクトンが検出されたため、犯人が証拠を隠す目的で遺体をどこかで洗ったとみて警察は捜査を進めた。その結果、犯人は Y ちゃんを吹田市にあるため池に運び遺体を洗っていたことが判明した。その後も延べ約8600人を投入して捜査を続けたが、有力な情報を得ることができず、ひき逃げの時効が成立し、さらに2007年4月28日には殺人事件としての公訴時効も迎えてしまった。 Y ちゃんが通っていた幼稚園の当時の園長は、
幼い子供が被害に遭う事件が起きるたびに Y ちゃんの事件を思い出す。時効を迎えても我々の悲しみに区切りはなく残念でならないと語り、この事件は遺族を含め無念の結果となってしまった。事件の真相とは。これら4つの事件はいずれも幼い女児が犠牲となっており、犯人が特定できないまま公訴時効を迎えているが、同一犯の可能性を指摘する声が多くあることから、再びこの犯人によって同じような犠牲者が出るのではないかと懸念する見方がある。確かに短期間に連続して発生していることや地域が近いことからも同一犯の可能性は捨てきれないとの見方が多いが、いずれの事件もいたずらされた形跡などは公表されていないことから、犯行動機に一貫性が見えず単純に同一犯と決めることはできないといった見方もある。しかし犯行動機はさることながら、やはり狭い地域で同じような年齢の女児が被害に遭っていることから、偶然の一言で片付けるには不可解すぎるとの見方も根強く、これら一連の事件の謎は深まるばかりとなっている。果たしてこれら4つの事件の犯人は一体誰だったのか、同一犯の可能性はあるのか、この事件の真相とは。これらの事件を個別に見ると一見つながりはなさそうに感じますが、すでに公訴時効を迎えていることもあり、極めて情報が少ないため同一犯の可能性はやはり捨てきれないと感じます。実は2003年から2012年の統計を見ると、13歳未満の子供が殺人の被害に遭った件数は全国で平均90人ほどとなっており、毎年ほぼ横ばいの数字となっているため、1990年代も似たような件数で推移していたとすれば、単純に47都道府県で割ると1都道府県で年間2人未満が被害に遭っていることが推測できます。この数字をもとに考えると、1年半の間に大阪の北摂地域の狭い範囲で4人の被害者が出ていることは、偶然にしては固まりすぎている印象を受けると同時に何かしらの関連を疑ってしまいます。また統計によると、これら被害者の多くが性的な目的で被害に遭っているというデータがあるため、もしかしたらこれら4つの事件の犯行動機も性的目的によるものだったのかもしれません。だとすれば、これら以外にも事件を起こしている可能性があるため、すでに別件で逮捕されているような人物が犯人だった可能性も考えられます。この4つの事件は同一犯の連続殺人として噂されていますが、一つ一つの事件をよく見るとそれぞれ遺体の処理の仕方が異なり、犯行手口などにも似た部分が見当たらないため、やはり同一犯の可能性は低いような気がします。すでにこれらの事件は公訴時効を迎えているため、いずれも情報が乏しく、犯人の指紋の有無やその他の物証の有無なども分かりませんが、警察が連続殺人の可能性を匂わせていないことからも、関連を紐づけるような証拠は何も出なかったことがうかがえます。一つ目の A 子ちゃんの事件に関しては、おそらくいたずら目的で A 子ちゃんの家に侵入し、騒がれたために首を絞めたところ、犯人が両親の車の音に気がついたため急いで逃走したような気がします。心臓マッサージで一時回復の兆しが見えたということは、犯行からあまり時間が経っていなかったということではないでしょうか。それとこの事件は不審な若い男の詳細な特徴が公表されていたため、もしかしたら特定はできたものの証拠を抑えることができなかったのかもしれません。二つ目の B 子ちゃんの事件は、遺体の状況がかなり不自然なことから殺人の可能性が高いと思われますが、なぜ警察がひき逃げで処理したのか疑問に感じます。遺体を遺棄した場所や動機についても謎が多いですが、情報がほとんどないため犯人像は全く予想ができませんが、複数犯の可能性が指摘されていることからも一つ目の事件との関連はないような気がします。そして三つ目の C 子ちゃんの事件は、父親の話が本当であれば父親に対する恨みの矛先が C 子ちゃんに向けられたと考えるのが最も自然のような気がします。生きたまま橋の上から投げるといった残虐な行為は相当な怨恨があったという裏付けではないでしょうか。最後に四つ目の事件については、公表されている情報からはやはり事故を隠蔽する目的が強い事件だと感じます。死亡推定時刻が午後8時となっているため、暗がりで起きた交通事故の可能性が最も高いのではないでしょうか。
しかし腑に落ちない点としては、事故の場合相当大きな衝撃音があったと思われることから、目撃者がいた可能性が高いことと、5歳の女児がなぜこのような遅い時間に外で遊んでいたのかということです。いずれにしても、これら一つ一つの事件を見る限り、発生した地域が近いこと以外には関連を感じさせるものがないため、やはり同一犯の可能性は極めて低いと感じます。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。1989年5月4日午後8時ごろ、神奈川県相模原市に住む高校1年生の S 君、当時15歳が、何者かに包丁のような鋭い刃物で左胸を刺され死亡する事件が発生した。事件当日、 S 君は友人と遊びに出かけており、帰宅後にかかってきた電話で何者かに呼び出され、待ち合わせ場所に向かったところ、そこで何かしらのトラブルに発展し殺害されたとみられている。実は S 君は刺された後、自力で現場近くの友人の家に助けを求めに行っており、そこで友人に犯人の名前を告げたとされているが、その後の捜査でもその人物の名前は公表されておらず、実在する人物なのかも不明のまま、犯人が特定されることはなかった。そしてそれ以降も捜査に進展はなく、この事件は2004年に公訴時効を迎え、真相が解明されることなく終わりを迎えた。事件の経緯。1989年5月4日、この日 S 君は中学時代の友人と座間市の相模川グラウンドで行われた大凧祭りに行った後、そこから3キロほど離れた座間市の総武台2丁目付近で遊んでいた。同日午後4時ごろ、 S 君の自宅に S 君が当時通っていた相模大野高校の同級生を名乗る若い男から電話があり、家族は S 君が外出していることを伝えている。午後6時ごろ、 S 君が自宅に帰宅したため、家族は S 君宛に電話があったことを伝え、 S 君が家族と夕食を共にしていたところ、午後7時ごろ再び S 君宛の電話が鳴った。その電話に出た S 君は、お前は誰だと語気を強め、近くまで来ているのか、俺も歩いていくからとかなり怒った様子で話していたとされ、家族は電話の相手は親しい関係ではない印象を受けたという。その電話を切った後、 S 君は家族にちょっと出かけてくる、近くにいるらしいので会ってくると告げ、待ち合わせ場所の自宅近くにあるスポーツセンターに向かった。その後スポーツセンターで落ち合った2人は近くの住宅街の路地に入っていき、そこで犯人の男に S 君は刺されたとみられている。実はこの時2人が激しく言い争っている姿が近隣住民に目撃されており、犯人は若い男で青いジーンズを履いており、スポーツセンターの方向に歩いて逃げていったという。ダイイングメッセージ。実は S 君は突然刃物で襲われた直後、現場から50メートルほど離れた中学の同級生の家に助けを求めに行っており、そこでダイイングメッセージとも取れる言葉を残している。血だらけの S 君を見て驚いた同級生は、一体どうしたんだと聞いたところ、〇〇中の〇〇に刺されたと犯人の名前を告げ、その場で息を引き取ったという。しかし当時の報道では、〇〇にやられた、いや変な奴にやられた、男に殺されたなど、新聞によって S 君の最後の言葉の書き方が変わっていたとされ、犯人が未成年だったことから配慮していたのか、結局警察から犯人の名前や素性なども公表されなかった。このことから一部では、実在する人物ではなかったのではないかとの声や、犯人が偽名を使った可能性なども指摘されている。また犯人の男が相模大野高校の同級生と名乗っていることや、 S 君宅の電話番号を知っていたことから、かなり近い関係だったのではないかとの見方も浮上する中、警察が犯人を特定できないことに疑問の声が上がり、この事件は警察が手を出せない何かしらの理由が隠されているのではないかとの憶測が囁かれた。
類似事件。この事件は高校生同士による一対一の対マン勝負がきっかけではないかとの見方があり、類似する事件は2000年代に入っても起きている。それらをいくつか紹介すると、2013年7月4日午後8時40分頃、大阪府箕面市にある公園で当時15歳の少年2人が対マンと称し喧嘩をした末、相手の顔面を強打して重傷を負わせ、その後病院に搬送されたが、その相手はくも膜下出血により翌朝死亡してしまった。当時2人は遊び仲間だったが、対マンをすることになり、周囲には数人の友人が見物に来ていたとされ、逮捕された少年は取り調べに対し対マンをしていたと容疑を認めている。また2022年10月24日午前3時30分頃、大阪市東住吉区の大和川河川敷で当時17歳の少年が些細なトラブルをきっかけに当時16歳の少年と対マンを張り、約8キロの金属製の重りを投げつけ、頭蓋骨骨折などの重傷を負わせる事件が発生している。その後この事件は現場にいた知人数人のうち当時34歳の男が、対マンは殺し合いや、死ぬまでやらんかい、武器使ってええからやってしまえなどと殺害を教唆したとして逮捕されている。その他2019年には東京都内の少年事件で5年ぶりとなる決闘罪が適用された事件が発生している。2019年1月14日正午頃、足立区の荒川河川敷で荒川区と足立区に住むいずれも高校1年の男子生徒が事前に申し合わせて喧嘩したとして、警視庁は決闘と傷害の疑いで2人を書類送検した。調べによると、 SNS 上で足立区の生徒に交際相手の悪口を書かれたことで荒川区の生徒が怒り、知人を介して繋がっていた LINE で対マンをしようと申し入れ、2人は面識がなかったが決闘の日が決まったという。事件の真相とは。この事件は被害者が犯人の名前を口にしていたにもかかわらず特定できていないことから、本当は名前など言っていなかったのではないかとの声も上がった。しかし真偽は定かではないが、ある掲示板には S 君が口にした名前と似ているとのことで、学生の頃に刑事が家に来たとの書き込みがあり、事件当日の行動全てを証明できる人を求められアリバイを証明したにもかかわらず、数日後に念のためもう一度確認させてくれとまた刑事が来たとの投稿がある。これが事実であれば、やはり S 君は息を引き取る前に犯人の名前を言い残していたと思われるため、捜査上犯人を検挙できない何かしらの問題が発生した可能性も考えられる。果たして S 君は一体誰に呼び出されたのか、なぜ犯人を特定できなかったのか、この事件の真相とは。この事件は被害者の S 君がどんな人物だったのか、詳細がないので犯人像の想像すら難しい印象がありますが、電話に出た S 君は語気を強めていたとされるため、事件前から何かしらのトラブルを抱えていたような気がします。また犯人はあらかじめ刃物を準備していたことから、計画性と強い怨恨を感じるとともに、事件当日2度も S 君の自宅に電話していることから、殺害を実行する意思も強く感じます。そしてやはりこの事件で気になることは S 君のダイイングメッセージです。仮に当時 S 君が何かしらのトラブルを抱えていたとすれば、相手の名前を的確に伝えていると思われるため、なぜ犯人を特定できなかったのか、かなり違和感を覚えます。 S 君のはっきりとした死因は分かりませんが、そもそも刃物で心臓付近を刺されているにもかかわらず、自力で現場から50メートル先の友人の家にたどり着けるのかも疑問に感じます。犯行時刻が午後8時頃とされているため、住宅街であっても多少の人通りはあったと思われることから、目撃者からの通報などはなかったのかも非常に気になります。捜査の基本として第一発見者を疑えなどと言われたりもしますが、この友人と S 君の関係がどのようなものだったのか、確実にしろと言える証拠などはあったのかなども個人的には気になります。
この事件はすでに34年もの時間が経過していることから、あまり詳細な情報がなく、何一つ断定できる証拠などもありませんが、個人的には当時の時代背景を考えると、やんちゃな者同士の争いが行き過ぎた結果を招いた事件のような気がします。S 君はかかってきた電話の相手に、お前は誰だと語気を強め、怒りをあらわにしていたとされているため、売られた喧嘩を買いに外に出て行ったのではないでしょうか。もしかしたら何かしらのトラブルがきっかけで、お互いに名前は知っていたものの、面識はないような関係だったのかもしれません。また電話番号を知っていたことに疑問を感じるなどの声もありますが、私自身学生の頃に全く面識のない人物から電話があった経験があるため、共通の知り合いを通じて電話番号を知った可能性や、当時だとまだ卒業アルバムなどにも個人情報が掲載されていたことから、面識がない人物が電話番号を知っていることは不思議ではありません。ただこの事件で一番不可解なことは、 S 君がダイイングメッセージを残していたにもかかわらず、犯人の特定ができなかったという点です。仮に犯人の名前をはっきりと言っていなかったとしても、友人関係の中には S 君が抱えていたトラブルを知っている人物や犯人の目星がついている友人もいたような気がするため、なぜ警察は事件を解決できなかったのか非常に不可解だと感じます。このことから推測すると、もしかしたら犯人が警察関係者や権力者の息子だったために、逮捕を躊躇したといった可能性も捨てきれないような気がします。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。1984年11月24日午後2時頃、大阪府東大阪市に住む T さんの次女 M ちゃん当時2歳が、自宅裏の路地で排水溝に顔を沈めるようにうつ伏せに倒れ、意識不明の状態で発見された。その後すぐに病院に搬送されたが、約9時間後に死亡が確認され、 M ちゃんの首には紐で絞められたような跡が残されていた。実はこの事件の約1ヶ月前にも、 M ちゃんは同じ場所で何者かに首を絞められており、この時は何とか意識を取り戻しているが、同じように首には紐で絞められたような跡があったという。また M ちゃんが殺害された直後、 M ちゃんの祖父宅に女の声で不審な電話があり、事件との関連が疑われたが、その後の捜査でも電話をかけた人物は特定できず、捜査はすぐに行き詰まりを見せた。この事件は状況的に M ちゃんの顔見知りが関与した可能性が高いと見られていたが、その後も有力な情報はなく、1999年に公訴時効を迎えてしまった。事件の経緯。1984年10月19日、M ちゃんが殺害されるきっかけになった事件が発生した。M ちゃんは自宅裏の路地で気を失っているところを発見され、なんとか一命は取り留めたものの、5日間の入院を余儀なくされ、首には紐のようなもので絞められた跡があったが、この時警察は近くの住宅のドアに取り付けられていたビニール紐に誤って首を引っ掛けてしまったのだろうと考え、捜査をすることなく事故として処理した。この事件の後、M ちゃんは恐怖心からなかなか家を出ようとしなかったというが、約1ヶ月後の11月24日、久しぶりに家の外に出たところ、またしても気を失っているところを発見され、今度は意識を取り戻すことはなかった。このことから、以前も事故ではなく殺人未遂だった可能性が高まったことから、警察は同一犯による犯行とみて捜査を開始し、M ちゃんの首に残された絞め跡を分析した結果、以前と同じように弱い力で少しずつ絞められていたことが分かった。その他、M ちゃんの顔には擦り傷などがなかったことから、犯人は別の場所で殺害した後、発見場所に遺体を移動させた可能性があることも分かり、恐怖心を抱いていた M ちゃんを言葉巧みに誘い出していた可能性が浮上したため、顔見知りによる犯行の線が強いとみて、周辺住民を中心に聞き込みを行ったが、不審な人物の目撃情報などはなく、有力な手がかりは何一つ得ることができなかった。
不審な電話。実は M ちゃんが殺害された直後、同じ市内に住む M ちゃんの祖父宅に不審な電話がかかってきている。その電話の相手は女とみられ、終始すすり泣きながら意味不明な言葉を喋り続けていたとされ、唯一聞き取れた言葉が電話を切る直前のすみませんだったという。この時祖父はまだ M ちゃんが殺害されたことを知らなかったため、間違い電話だと思ったというが、それ以降も数日にわたって無言電話が数回続き、電話に出ると相手はしばらく無言で、やがて一方的に電話が切れたという。これらの不審な電話は犯人である可能性が高いと見られたが、何の目的で電話をかけたのかはわからず、捜査によっても電話をかけた相手を特定することはできなかった。一部では罪の意識に苛まれ、謝罪の意味で電話したとの見方もあるが、捜査を攪乱するために犯人は女だと思わせる策略ではないかと指摘する声も上がった。しかし相手が声を出したのは最初の一回のみだったことから、電話をかけてきたことには何か特別な意味が隠されているのではないかと見られている。様々な犯人像。この事件の犯人像として最も疑われたのは顔見知りによる犯行説だった。M ちゃんは二度にわたり自宅近くで襲われているが、知らない人に無理やり連れて行かれそうになったら嫌がるはずだとの見方が多く、泣き叫ぶような声を聞いた住民もいなかったため、顔見知りの可能性が高いとの見方が強い。また M ちゃんの自宅近くで不審人物の目撃情報もなかったことから、目撃されても怪しまれないような近所の住人だった可能性も指摘されている。しかし仮に1回目の事件と同一犯だとすれば、M ちゃんがたとえ2歳という幼さであっても恐怖心を抱いていたことから、そう簡単に同じ手口で首を絞めることはできないのではないかとの見方もあり、なおかつ2回ともゆっくりと首を絞められているため、同一犯という見方には疑問を感じるとの声もある。その他この事件は近隣に住む子供の犯行ではないかとの見方があり、不審な電話をかけてきたのはその子供の母親で、我が子が犯した罪を謝罪する意味ですみませんと話していたのではないかとの推測もある。仮に子供が犯人だとすれば、ゆっくりと首を絞めたのではなく力が弱い子供だったからではないかとの見方もあり、普段からよく遊んでいた子供がいたずらの気持ちで首を絞めた可能性が指摘されている。また幼い子供が苦しむ顔を見たいとの願望がある異常者の犯行との見方も浮上したが、これらいずれの説も根拠となる証拠などは出ておらず、犯人像について何一つ絞り込むことはできなかった。事件の真相とは。この事件はすでに公訴時効を迎え、法的な解決の道は途絶えてしまったが、犯人像や犯行動機が全くわからないことから真相を追求する声は根強くある。一部ではなぜ2歳の子供を監視もせず外で遊ばせるのかと母親に対する疑問の声も上がっているが、当時はまだ現在ほど警戒心もなく、幼い子供が一人で外に出て遊ぶことも珍しくなかったという。ただこの事件の数年後に世間を震撼させた宮崎努の連続幼女誘拐殺人事件が起きてからは、子供の安全をどう守るのかが課題となり、徐々に幼い子供が一人で外に出るようなことは減少していった。また当時はまだ防犯カメラなどもなかったため、目撃情報に頼るしかなく捜査が難しかった側面もあるが、一方で M ちゃんが1回目に被害に遭った際簡単に事故として処理した警察の初動に憤りを感じるといった声もある。果たして M ちゃんを殺害した人物は誰だったのか、犯行動機は何だったのか、この事件の真相とは。この事件は今から39年前の事件ということで、当時の捜査状況など詳しい情報がほとんどありませんが、犯人像に迫るポイントは同じ幼女が二度も被害に遭っているということではないでしょうか。このことから推測すると、犯人は執拗に M ちゃんを狙っていたことが伺えることから、やはり顔見知りの犯行の線が強いと感じます。しかし
当時2歳の幼女に恨みを抱いていたとは考えにくいため、仮に怨恨が動機だとすれば、M ちゃんの家族の誰かにトラブルを抱えていた人物がいた可能性が考えられます。ただ、動機が何であれ、1回目の首絞め事件と同一犯だとすれば、いくら2歳とはいえ、恐怖を与えられた人物には警戒心を抱くと思われるため、犯行手口がどのようなものだったのか非常に気になります。もしかしたら、凶器に紐が使用されていることから、1回目は背後から気づかれないように近づき、顔は見られていないのかもしれません。ちなみに、M ちゃんの母親を疑っているわけではありませんが、当時はまだ、しつけと虐待の境界線が曖昧だったことから、自宅で不審死を遂げたとしても、事故として処理される事例は少なからず存在していたような気がします。この事件は情報があまりないため、犯人像を絞り込むのは非常に難しい印象がありますが、個人的に最も不可解だと感じることは、M ちゃんの祖父宅にかかってきた女からの電話です。すすり泣くようにすみませんと話していたことや、電話があったタイミングなどから推測すると、犯行に関与した人物というのが最も自然だと感じますが、なぜ M ちゃん宅ではなく祖父宅に電話したのか疑問を感じます。もしかしたら当時は電話帳に名前が掲載されていたことから、同じ市内に住む祖父宅に間違って電話したのかもしれません。だとすれば犯人は顔見知りだとしてもそこまで深い付き合いではなかったことが伺えるため、 M ちゃんが外で遊んでいる際に時折声をかける程度の関係だったと考えることもできます。そしてこの事件で私が気になることは、1回目と2回目の犯行のいずれもが首をゆっくりと絞めているという点です。実は人間の赤ちゃんや幼い動物など可愛いものを見ることによって攻撃的な行動が引き起こされるキュートアグレッションという衝動があります。例えば可愛いと思う対象に対し噛みついたり、皮膚をつねったり、体をきつく締め付けたり、エスカレートすると首を絞めるといった行動に発展する場合があるといいます。これらの衝動は可愛すぎるものに接した時の脳の防御反応や制御できなくなったものへの反応と説明されています。このことから想像すると、この事件は行き過ぎたキュートアグレッションが原因だった可能性も考えられます。もしかしたら犯人は M ちゃんと遊んであげているうちにこのような衝動に駆られ、殺意はないものの死なせてしまったことで謝罪の意味で電話したのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。